の聖地と呼ばれ45年全日本に多くの歴史を刻んできた伝統ある体育館がまた一つ姿を消します。さよなら中島体育センター記念試合、ありがとう小橋健太。和田恭平です。さよなら札幌中島体育センター記念試合として組まれました四天王がタッグマッチでまみえます。片谷三沢田上は久々のタッグ、そして小橋川田の方はといいますと、あるいはこれ超世代軍以来のコンビとなるんではないでしょうか。異色タッグでこの最後の試合を飾ります。青コーナー残ったのは小橋、そして赤コーナーは三沢が残りました。いきなり直接対決です。ゴングが鳴りました。60分日本勝負。この2人ご存知 6.11 日本武道館大会で三冠ヘビー級王者をかけて戦います。チャンピオンの三沢、そして挑戦者の小橋、ある意味その前哨戦とも言うことができます。今日の試合まずは肩がぶつかります。倒れません。エボ投げ捨てる、強引豪快。盛大な拍手が起こります。4550人、超満員に膨れ上がりました。札幌中島体育センター別館です。99スーパーパワーシリーズ、この札幌での札幌中島体育センターでの試合は最後になります。9月にはこの体育館が閉鎖されます。全日の試合としてはこれが最後、その最後の試合に三沢小橋という現在の全日本を引っ張るトップレスラー、いや、そして田上川田、この4人の四天王が最後の最後を飾るわけです。三沢のエルボーに崩れました。小橋腕を取ります。逆水平、三沢のエルボー、そして小橋の逆水平、二人の試合の序盤はこの打ち合いで始まります。トップ一発で歓声が起こります。ドロップキック、さあ差は飛ぶか。ああ、ここでキックを食らった。小橋、三沢の思うがままです。トップレスラーとして全日本プロレスの社長として8年6期の大活躍をしています三沢光文、その三沢から最後にタッチされました。まずはハイキック、挨拶代わりのハイキック。田上にとってはこの札幌中島体育センターは本当に思い出の地として刻まれています。かつて三冠のベルトを初めて巻いたのがここ札幌中島体育センター別館でした。96年5月24日三沢光晴を破って第15代の王者、4度目の挑戦にして初めて三冠チャンピオンになりました田上明。その田上を軽々と持ち上げます小橋です。まだ掲げている、平均時間の長いベ
ありますか。目角度から落とされては困りません。あ、そしてこの川田孝上、今日はたもとも分かって、そして今日だけは対戦です。エルボーを打つ、逆水平、3連発、おっと張っていく、ロープに振った、ラリアット、川田も右尺骨の骨折から3ヶ月余り、リハビリをして 5.2 東京ドーム大会で復活しました。川田、しかし右の尺骨骨折、王者を返上しました。その返上した王者にまず挑戦してほしいと言ったのがこの田上。まだまだ右の腕は完調ではないようです。気にしています。突っ込んでのエルボー、ハイキック、三沢小橋がエルボー逆水系なら、この三沢川田はエルボーハイキックの応酬。5分を経過しました。さよなら札幌中島体育センター、県試合。エルボーから投げに移行したいところなんですが、なかなか投げることができません。ニーリフト、仕上がらない。じわじわと詰めて小橋にタッチをしました。今日2度目のコンタクト。非常に札幌のファンにも人気があります小橋健太。小橋、そして川田の逆水系の雨あられに打たれています。たまらずマットにお尻をつきました三沢。昭和29年7月11日に竣工しました札幌中島体育センター、国体のバスケットボールの会場として使用されました。ここは非常に使用料も安く、メジャーの団体はもちろんインディ団体も利用しています。いつの間にか北の聖地と呼ばれるようになりました。すすきのにも歩いて5分、町の中心部にあります中島公園の中にあるこの中島体育センター。しかし今年の9月で閉鎖されることが決まっています。現在この中島体育センターの周り、中島公園は改装が進んでいます。かつて遊園地、子供の国と呼ばれていた遊園地のあったところは移転して、そしてコンサートホールができました。そしてこの中島体育センターもその45年の歴史に幕を閉じることになります。さあ小橋がリング下にエスケープしました。田上が追っていく、ハリとハイキックを返していきました田上明。川田の返上したベルトをかけて 3.6 エキサイトシリーズ最終戦、日本武道館ではベイダーと三冠決定戦を戦いました。しかし12分51秒三冠史上4番目に短い勝負タイムでベイダーの前に敗れました。ベイダーの日本として勝ち取った上、しかしこの三冠のベルトを巻いた思い出の地だけに田上の奮闘というのは今日は光ります。さあ三沢にタッチをしました。バッタリと倒れました小橋。先頭、ここでカバーに入ります。ツーカウントで返した小橋、今度はスリーパー、闘志あふれる表情です三沢。こらえる小橋、非常に三沢の表情が若々しく映ります。
さあタウエとの合体技はありませんがタッチをしました。ミソバ試合の権利はタウエと小足イオチンドロップ小足は2で返しています。拍手が起こる札幌中島体育センター。この正式な名称としては札幌中島体育センター別館といいます。小橋の首をひねってちぎっていかんばかりにこのぐっとこの小橋の顔を右90度に向けようと試みております。胸のあたり汗がびっしょりこの覆っています。タウエそのタウエから再び三沢へ、三沢とこの小橋、三沢小橋三冠戦では4度も見えましたがいずれも三沢の勝利。小橋の三沢越えはいつなるんでありましょうか。それがあるいは 6.11 日本武道館大会でなされるのかもしれません。10分が経過しました。60分の一本勝負。さあいきなり勝負だ、ここでカットに入って川田のハイキックエルボーへ逆水平ローリングの逆水平。さあ小橋パワーボブの体勢だ、ひねった返した、起き上がったローリングエルボー顔面キックバックを取ってハーフネルソン。10分過ぎたばかりというのにもうこんな大技、小橋の三冠にかける意気込みというのが伝わってきます。小橋自身は三冠はもちろん五冠へ応援の道今走っています。 6.9 仙台大会ではエースガン組の挑戦を受けます。2度目の防衛戦、そしてそれに勝って 6.11 日本武道館大会三沢の三冠ベルトに挑みたい、そして五冠を落としてこの全日マックの頂点に立ちたい小橋。場外ね、体のハイキックバックを取って場外ハーフネルソンツープレックス投げっぱなし、三沢の汗がマットに染み渡っていきます。後頭部を打った三沢、その三沢に対して小橋がじりじりと歩み寄っていきます。川田も来た、小橋は戻ります。川田は三沢をゆっくりと抱え上げる、リングに戻す川田、小橋が待っています、小橋が待っています。そのままカバー、ここは田植えがカット、しかし三沢のダメージはかなりのものがあります。もう一度カバー、和田恭平レフリーのカウントは2、ハーフネルソンは出ました。しかしこの技2つでマットに沈むほど三沢もやわではありません。現在のチャンピオンです。第23代三冠ヘビー級チャンピオン、去年の10月31日日本武道館この小橋を破って王座へ4度目の返り咲きを果たしました三沢光晴。 1.22 初防衛戦は大阪川田に敗れました。川田返上、決定戦でベイダーが勝った、そのベイダーのベルトに東京ドームで挑んで、そして5度目の王座返り咲きを果たしました三沢光晴。小橋の逆水平、そしてジャンピングニーを食らった三沢、足がロープについています。三沢にとってもこの札幌中島体育センターは非常に思い出深い土地です。札幌中島体育センターでは過去三冠戦3試合行われています。93年の5月21日三沢ハンセン、
三沢が初めての三冠王を取り、三沢が阪神を破って3度目の防衛を達成しました。95年の5月26日、これもまた三沢阪神、三沢が2度目のチャンピオン返り咲きを果たした。阪神を破って2度目のチャンピオン返り咲きを果たしたのもこの中島体育センター。そして96年5月24日、これも三沢、しかし三沢が田植えに敗れました。田植えが初の三冠のベルトをこの札幌のマットの上で巻きました。三沢にとっても非常に思い出深いこの中島体育センター。その三沢がやられています。ギロチンと2位、また落ちてきた。田植えのカットで難を逃れます。三沢アピールします。場内からは三沢コールが起こってきました。15分経過しました。さあこの体勢、アメリクラッチに入ろうかという体勢でありますが、三沢が右腕で小橋の左腕を掴むような格好、顔を締めています。非常に厳しい表情三沢。ペースロック、小橋の汗が三沢の髪の毛に滴り落ちていきます。後ろから田植え来た。川田にタッチをします。足川校、足川校外、校大属高校の先輩後輩、強烈なキック、サッカーボールキックに逆推定、リングを落とす、脳に入った、中で返しています。三沢また先に立ち上がったのは川田。このエルボーはすごい、かかとが入った。起き上がることができません。また川田は右のこの一旦骨折した尺骨のあたりを抑えている。腕を気にしながらも三沢に歩み寄る川田。三沢の腕を掴んだ小橋に渡します。脇へキック、そして小橋がロープに三沢を振った。チンシンク、そしてかわず落としへ入っていこうというところですが、その流れを断ち切って三沢パラーセックからギロチン。最近非常にこのギロチンを多用します小橋健太。フルネルソン、エルボーでかわす、逆水でかわしてエルボー、エルボードロップ。前転をして田植え、ハイキック引っ掛ける、立ち上がったところ、田植えが飛びました。ダイエット、起き上がりこぼし式だ。小橋の左腕つかむと、ハイキックでかわして、そしてこらえた、のどは落とし、一旦ファールをかってのどはいけませんでしたが、もう一度いった、2で返した小橋、ちょこんと出ています。再び場内へ、まさか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 の断崖落とし、完工するのか、エプロンサイドから体勢を崩してバックコーナーへ寄せて、コーナーに座らせた。川田が来た、川田が来た、味方でかわす、この間に小橋はコーナーを降りた、捉える、キックから場外へ落ちていきました。エプロンサイドの DDT、 まだ田植えの攻勢が続きます。中に戻る、鎌田、
ここはツーで返しています。汗びっしょり、四天王の共演、もう一回のど輪落とし、これはしかしダメージを最小限に抑えました。小橋、川田が待っている、川田へタッチ、スクラッと立ち上がりました。田上、浴びせ蹴りからハイキック、ハイキックの応酬だ。しかしここは負けません。床を踏み鳴らします。さあバックを取ってジャーマンの体勢でありますが、こらえる、延髄返した。川田がこのアタックに久保の体勢、ここで三沢が入りました。20分経過をしました。さよなら札幌中島体育センター記念試合にふさわしいこの四天王の共演。さあ三沢、タイガードライバーだ。ツーカウント、決めに行きました三沢。はエルボーに行こうとしましたが、ハイキック、もう一回取った、ラリアって投げ倒した。ここは三沢の肩が上がっていたか、小橋にタッチ、五冠王への道、小橋三冠戦の前哨戦、後ろから串刺し、そして小橋パワーボールの体勢捉えます。こういった修羅場は何度も何度もくぐり抜けてきている三沢。しかし小橋が持ち上げた、コーナーへ叩きつけた、デンジャラスパワーボム。さあ小橋ムーンサルト、田上が行きます。田上をなんとか振りほどきたい。三沢が起き上がる前、あっと前転してエプロン下に落ちていきました。ブロムスタート、カウレ、ドボはカウンター鉄柵へ投げ捨てた。後半に三沢が起き上がって、三沢が飛んだ、三沢の袖を食らいました。小橋ばったりと前から崩れ落ちていきます。その三沢が歩み寄ってきます。小橋の汗で紙テープが肩についてしまった小橋、三沢は中に戻しました。田上が待っている。さあ田上、川田が来た、一瞬の隙を使った、川田に喉は確保できない。この辺りは普段コンビを組んでいる2人踏み切っています。この間に三沢が飛んだミサイルキック、三沢のミサイル、そして田上の喉は必殺技の連発。なかなか決めることができません。田上が入ります。同じ鉄は踏みません。ロープにエスケープ、この辺りはうまさがあります小橋健太。さあ今度はリング中央、決めにかかります。田上返した、三沢が入る、絶妙のタイミング、ハイキック噛まれた、川田勝った、三沢がカードを落とした。まだ川田のパワーボムを、そして
小橋のラリアットも出ていません。ダイナミックボム、さあ決めるか、伊沢田上組、小橋が返しました。小橋が返した意地です。意地以外の何者でもありません。さあ伊沢にラリアット、しかし崩れた。田上の時間になるのか。川田カット、川田カット、川田の冤罪、そしてあーここもカット、今度は正真正銘ラリアット決まった。飛ばしカウント、カウント3、カウント3、最後は飛ばしが伝家の宝刀ラリアットを抜きました。二度の挑戦で田上に決めました。天皇の共演、さよなら札幌中島体育センター記念試合、川田と組んだ小橋が田植えをマットに沈めました。そして伊沢との三冠戦を前に、非常にいい形でこの試合を終えたことになります。敗れた伊沢と伊沢は4日後のマットで気持ちを抑えています。このフルナー三冠戦にどう影響するか、ちょっと気になります。勝った川田小橋組、城西軍以来かと思われるこの2人のタッグマッチ、場内からも大きな拍手が起こります。両者が握手、そして川田の方は倒れている、田植えの方をちょっと心配そうに見やりました。伊沢もまだ起き上がっていません。まだ強兵レフリーが心配そうにこの2人の様子を見ています。田植えがようやく腰を上げようかというところ、そして三沢も立ち上がりました。この札幌中島体育センターは9月で閉鎖、10月からは豊平公園内に新しい体育センターがオープンします。またそこで全日の選手と会うことができるはずです。この組み合わせで最後全日本コロナ頃ほどお客さんは大満足して、振り返ってみていかがでしたか。そうですね、まあもうゴディにね、この札幌中島でシングルマッチで勝ってから四天王っていう呼ばれ方をして、で今日その4人でその最後の全日本最後の試合をね、中島の最後の試合を飾ることができた。またそのタイトルマッチとはまた別のね、いつもと違ったそういう気持ちと、やっぱりリングに向かうとやっぱりどうしても自分がやっぱそうやって抑えきれないから、そういう飛ばして、ね、行っちゃいましたけどね。今日は異色の組み合わせの試合だったんですけども、どういった、うん、いや今日はあの別の意味で考えて試合しました。なぜかな、その普段の感情はリングに出さないで、その代わりまあ正面でぶつかったのが正面からも2人ともぶつかりましたけど、
まあ、普段のそういう感情的なものは全く考えないで、別の試合って言ったんですけど、お祭り的な試合っていう感じで、そういう意味でこういうクラウド組んだんだろうかな、そういう意味で考えて今日は試合しました。最後は川田さんが4人の手をつないでこう握手して、うん、それは意味はないけどね、うん、また明日からは普段通りでまたガンガンいきます。最後全日本ホールが残ってすがすがしい感じで終わりました。それはいいことだね。